こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、真偽無法です。心こそが仏法そのものであり、心以外に法がないことを言います。また人間本来のあるべき心のありようが全ての法の基本となります。それでは今から真偽無法を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。